皆さん、こんにちは。非常識な教師集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、メンタルが強いと業績が良くなる理由と強いメンタルの作り方についてお話をしたいと思います。メンタルが強いっていうことは、自分を特に弱い人だというふうに思っている方にとっては憧れる状態だと思いますし、その状態を作ることによって事業の業績が安定したりとか、例えば落ち込んだとしてもすぐに戻す力ができたりとか、そもそも落ちないようにしていくこともできるっていう、どの道弱いか強いかっていう表現で言うと、強い方が基本はお仕事的にはいいし、あと多分ですね、プライベート、人間関係とか夫婦関係、親子関係っていう部分においてもですね、メンタルが強い方が全般的に全てがうまくいく傾向があるというのは、私が50年生きてきて感じることです。これがないとですね、多分私はやりたいこともおそらくできなかった時代があったはずだし、お金に換えられないプライスレスな価値という部分で心が強い、マインドが強いっていうのは、非常にある意味とても大切な自分にとっての宝物ではあったんではなかろうかというふうに思ってるんですね。これがあるとですね、逆境が逆境ではなくなるので、どんな困難に思えるようなことでも乗り越えていけるっていうことがありますから、弱いよりは強い方がいい。とはいえですね、なかなかそうもいかない自分がいるんだよねっていう方も、もちろんそれを切り捨てるわけではなくて、そうなっていくとどういうふうに変わるのかっていう未来の方を見ていただいて、今できることを例えば10個できてなかったとして、それが1個でもできればそれでいいと思っているんです。で、それが1個できて、次2個目ができて、3個目ができてっていうふうになればいいなと思っているので、今日はメンタルを中心にしたテーマでお話をしてみたいというふうに思います。メンタルが強いっていう意味はどういった意味かっていうとですね、いろんなことが起こりますよね。プライベートも仕事も、もちろん私もいろんなことを経験してきています。で、その時にですね、どんなことがあっても、自分というものを保ちながら前に向かっていくことができる強い精神力がある人、これはおそらくメンタルが強いっていうことだと思うんですよね。具体的に言うと、トラブルが起きたとしてもトラブルをどう対処しようかっていう、さらに解決の方向に向かっていくために心と体を動かすとかですね、あとは逆境に陥った時に、それを逆境と感じない、ピンチをチャンスと考えるっていう考え方もよくお伝えするんですけれども、そういうのがくじけないようになれば、そこでまた冷静に状況を見極めて次に打つ手を考えることができますし、あとプレッシャーですね、圧力です。他人からの圧力とか、環境とか世間的なものの圧力とか、そういったものも、要はそこに起因する感情によって行動が制限されたりとか、やるべきことができなかったりするっていうことがない限りは、安定したパフォーマンスを展開することができますよね。これっていうのはやはりお仕事でも人間関係でもそうなんですけど、安定してる人っていうのは人から好かれます。要は気分の上下がないからですね。だからこの人に頼んでも安心っていう、安心感があるのが精神力がある人で、もちろんじゃあ私は泣きもしないのかって言ったら、いや泣くことだってありますよ。そりゃきつくて辛くて泣くことだってありますが、しかしですね、それを、どれぐらいで回復してまた立ち上がって前に進めるかって、ここの力がね、メンタルが強いっていうことになるので、私自身を自分で引いた目で分析しても割とメンタルは多分強い方だと思います。おそらくですね。ただしこれもね良し悪しがあって、エピソードなんですけど、私鈍感力っていうのを鍛える、要はあまりにも些細なことに目を向けすぎてストレスを抱えることをしないようにしよう、鈍感でいるっていう力と前に向かってだけ視線を向けていくっていうことを心がけているがためにですね、精神の自分の心をコントロールする力が強すぎると、無意識的に本当はストレスを感じていることもストレスじゃないというふうに上書きをしてしまう力がどうやらあるようでですね。そうするとどういう事態が起きるかっていうと、体が嫌がるんです。体は本当はきついんですっていうのをどうやら察知しているらしく、そうですね、めちゃめちゃ仕事が忙しくて、建築の時でしたでしょうか、すごく細かいお客様をリフォームの時に当たったことがあってですね、たまにいるじゃないですか、クレームを言うのが大好きな方って、その方と当たってしまったことがあってですね、私自身の間違いじゃない場合が多いんですよね。リフォーム業とか、例えば業者さん、施工会社さんのミスであったりとか、そういうのでもう管理監督の会社としてお詫びしなくちゃいけないようなケースとかがあったりしますね。それって結構ストレスなんですよ。自分が本当に間違えたわけじゃないから。でそういう時にいろいろと対応している時に、自分は平気なつもりだったんですけれども、やっぱりその現場に行こうとすると少し心臓がドキドキしたりとか、でもそれを何て言うのかな、感情の方でねじ伏せようとして、逆に精神力でどうにかっていうふうにやってて、平常心保ちながら全部やってたんですよ。だけれどもですね、体は嫌がってたんです、実は。で腸炎っていうものになりまして、腸壁がストレスで削られるっていうか穴が開いてですね、そこから出血をしてっていうことで、その状態でトイレ行った時に分かって、これはよろしくないと。その精神的な状態の環境と、それをどうやって調和をとっていくかっていうこともまたそこで学んだんですけれども、気持ちの方が強すぎると、体がそこを嫌がる場合には体がサインを出すようなケースが後からあるみたいな形もあったりすることがありましたんで、ほどほどそこそこがいいですね。ですから折れない強い気持ちよりも何かそれが事象が起こったとしても、私は柳がいいと思ってるんですけど、柳たおやかじゃないですか、こういうゆらゆらして。だから台風とかでボキッといかないのは案外柳みたいな木らしいですよ。そんなにあれかどうか知らないですけどね。電線とかもね、たわみを作ってあるのはこの間の台風みたいなものすごい風の時には切れてしまうことももちろん多いんですけれども、ある程度の余力を受け止めるっていう、そのバッファーがあるっていうのはやはりとても大事なことだと思うんですよね。ですからそもそも安定性を保つことができるっていうのはあらゆる面において、人間関係もそうだしお仕事的にも信頼を得ることができるので、まず強いメンタルを持つっていうことを目標にしてもらうのはいいかなと思うんですが、そういうメンタルが強い人の性格とか特徴っていうのがとあるサイトに載っていて、そうだねっていうふうに思ったので、そちらからの引用でお話をするんですが。まずですね、性格的にその1ですね、常にポジティブな性格っていうことで、ネガティブよりはやはりポジティブの方が前向きに生きていくことができるので、弱気になるとやっぱり行動も制限されるし止まるし、ぐるぐるね回ってしまうので、結局何を生み出すこともできなくなってしまうんですよね。でも何かトラブルがあっても、大概どうにかなる。違うところでもお伝えしたことがありますけど「死ぬこと以外かすり傷」っていう本がねベストセラーになりましたけど、それに近い状況です。命さえあればどうにかまた復活してやっていくことができるぐらいの感覚があれば、大概仕事の、しかも教室事業においてのトラブルレベルはそこまで大きなことにはおそらくならない。法人の会社の中のトップでいて何かをかぶるっていうほどの内容よりは全然多分軽い内容が多いはずです。だから人の生き死にに関わるところまでいかない限りは前にとりあえず進んでいくことができるので、基本大丈夫、なんとかなる、これでどうにかいけると思います。あと2つ目ですね、他人を思いやる気持ちがある優しい性格っていうことで、メンタルが強い人っていうのはまず自分が安定しているので、目線が広くなりますね。目線が広くっていうことは広範囲にわたっていろんな人の状況を見ることができるし、把握することができるので、その立ち位置において自分が何をするべきかっていうのを最善策を取っていくことができますね。ですから、頼られる存在であることが多いですよね。気持ちの余裕があるからです。余裕があるっていうことは人の、そのわちゃわちゃしてる、焦っているとかぐるぐるに回っちゃってるっていう状態を受け止めることもできるんですよね。自分が忙しくってこうバサバサしてて「もう聞く耳持ちません」って顔してる人のところには当然相談もいかないし、新しい仕事を頼もうなんていう人もいないわけですよね。だから、私の目標はですね、時間はどうにか管理します。目いっぱいに割と仕事は組むんですが、その中でも一番の目標、本当は5割で目標を叶えるぐらいにしておいて、5割はバッファー持っておきたいぐらいの仕事の仕方をするのが私の一番の理想形なんです。今8割9割までやっちゃってるかな。 10%20% ぐらいはちょっと大丈夫なとこを持っているんですけど、これをなるべく50までに下げていって、その50で来年のこととか再来年のこととかその先のことをやる時間を取りたい。今そうね、10じゃないか、20、仕事のことも含めれば30ぐらいまではやって 70% ぐらいの力で今の状況を作ってるって感じですかね。はい、やる気は満々だし、熱い思いは 200% です。だけど行動の方は引いた部分のクールで分析的に冷静に動くところと、これマッチングさせながら動いていくっていうのが、私のビジネスの進め方です。なので2つ目は引いた目で見ることができる、他人の状況も把握することができる性格を持っているということですね。で3つ目がですね、困難な物事にも最後まで諦めないということですね。メンタルが強い人はですね、何かあったりとかしても一度決めたことは最後まで諦めない、強い責任感を持っている。強い責任感っていうのは他人に対して責任感っていうことだけではなくて、自分とのコミットメントですね、自分との約束を守るっていうことなんです。これがですね結構大変なんですよ。自分との約束を守るのが破るのがね、他人との約束を破るより簡単なんですね。他人というのはその人がいるからやっぱ守ろうっていう気がするじゃないですか。でも自分というのは証人が自分しかいないので、なかったことにしようかっていうふうに言ったらですね、その約束はなかったことになってしまうんですよ。だから自分との約束を守るのが実は一番難しい。だからこそ最後まで決めたことは諦めずにきちんとやり遂げるっていうことはとても大事なことで、私は結構有言実行の人です。やると決めたらやります。それはやらないと自分に嘘をつく感じになって気持ち悪いからやり遂げます。やると決めたことはですよ、時間がかかっても途中困難があっても諦めないです。何年かかってもやります。だからその諦めない気持ちっていうのもやっぱメンタルを支えていく大きな要因なのかなっていうふうに思います。でじゃあそういう人たちっていうのは、どういう考え方を持つかっていう、この考え方が少し理解できるとですね、そういう局面でそういうふうに言ってたなとか思っていただければいいかなと思うので、そのどういう局面でどういうふうに考えていくのか、これもちょっと次にお伝えしたいと思います。まず1つ目ですね、失敗をチャンスと捉えるっていうことなんですけど、失敗は失敗ではないっていう考え方ですね、私の感覚では。できないことが分かっただけだから違うやり方でやろう、ただそれだけです。だからこれが失敗しちゃったとか残念な結果になっちゃったって言って落ち込んでる暇があったらですねそれを成功させる、うまくいかせるための次の手段は何なんだろうって考えて実行するっていう、この速度と立ち直り感が早ければ早いほど失敗のタイムラグが少なくなるので失敗したことにならないぐらいの勢いになります。大概の方はそれによって自分の心が傷ついて、その落ち込んだのを例えば1週間かけて治すとか2週間かけて治すとか、場合によって1ヶ月引きずってる方もいらっしゃるんですけれども、その間ずっと停滞してしまうので結局その失敗と自分が思っている内容の中でぐるぐる回るだけになってしまうので、失敗は別に失敗ではないし、そもそも失敗じゃないんですよ。できない。やり方がちょっと違うかなっていうのが分かっただけ以上っていうレベルなんで、落ち込む必要もないし弱気になる必要もないということですね。でまずそれが1つ目。2つ目がですねチャレンジすることは学びであるということです。今の失敗を失敗と考えないということとほぼ一緒なんですけど、課題が見つかるだけなので学びです。私だって当然いろんな新しいことばっかり挑戦しますから、うまくいかないことだってありますよ、想定通りには。だけれどもそれによってここが課題なんだこうなんだっていうのが見つかったら、あとそれを潰していくだけですし、逆にそこで応用とか考えることによって脳が活性化しますからね、チャンスなんですよやっぱり。なんでこの考え方をですね今私の中では仕事じゃなくてですねサックスの練習に生かしてるっていう感じですかね。いろんな先生とかいろんな方からお声ねいただくんですけれども、とにかく吸収が早いっていうことと、まあそれ応用のための練習を自分で考えて自分でやっちゃうっていう、何がクリアしなくちゃいけない課題なのかやると見えちゃうんですよね。そうするとその課題の捉え方が自分で分かんない場合、例えばですねついこの間聞いたのは、少し曲のテンポがアップテンポで長めの曲のソロのバージョンも多いのを、トライしているんですよ。情熱大陸って分かりますかね、葉加瀬太郎さんの「タッ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 タララッタラン」って、あれがですねサックスって吹くから息がですね息継ぎが結構大変でどこで息継ぎしていいか分かんないから一曲吹き上げると呼吸が苦しいですっていうのを先生に言った。私の中で分かってるのは吹き上げると呼吸が苦しいっていうのは分かってる。じゃあどこで息継ぎをしていいのかが分からないっていう話をして、楽譜の中のこことここって言われるのかなと思いきや、そもそも呼吸の仕方が、深く呼吸してバーッと出していくっていう、まあもちろん腹筋というか肺活量の部分とか、あと腹式呼吸、これを鍛えなきゃいけないっていうのもあるんですけど、もともとの基礎体力も含めてなんですけど呼吸だっていうふうに言われました。だからどこで息継ぎうんぬんっていうところよりも呼吸の仕方が浅いとぜいぜいしてしまうからっていう呼吸を直されましたね。だから自分は課題は見つけるんだけれども、その課題に対する対処が分からなければそれを分かる人に聞けばいいだけなので、その課題を自分で見つけることができるのかっていうの、これの方がむしろポイントとして高いかなっていうふうに思いますね。はい、そして、考え方の3つ目ですね。停滞することは時間がもったいない、だから、停滞イコール時間の無駄っていう感覚ですね。作業の手が止まるとか落ち込んでいるのでできませんでしたとかっていうのは、まあ、当然ですけどゼロなんで何もやってないことになるんで、失敗は失敗じゃないんですよね。そこから分かったから次の行動ができるっていうことで、立ち止まってる時間は時間の無駄になります。だからそこはどれだけ早くタイムラグを少なくしてパッと上がれるかっていう、これができるようになると、落ちないっていうことです。だから落ちてるように見えて落ちないっていう、そういう業績も含めてですけどね、それを作っていくことができるっていうことです。ですからそれに伴う行動としてはやはり新しいことにチャレンジしていくっていうその向かっていく、向上心とか知識を増やそうっていうチャレンジ精神が旺盛なのことと、あとは自分で自分の言葉に責任を持つので言い訳をしないということですね。メンタルが弱い人はですね、人のせいにするタイプの人が多いですよ。自分の行動と自分の発言に責任を持って動ける人はやはりその後もですねうまくいくし、当然自分の非も認めるということです。私が間違ってると思うことに関してはちゃんと謝罪もしますし、あと相手が間違ってたっていうことを相手が理解して謝る場合には当然それも受け入れるので、なんだろうな、ぐちぐちは言わないです。その代わり言い訳を多く言ったりとか、自分から自分で言ったことを守らない、逃げる人とかは私と合わないという方になるので、それこそ時間がもったいないのでですね、私は前に向かって進む人と共に進んでいきたいし、私自身も、そういう環境に自分を置いておきたいので、後ろ向きないしは自分の殻にこもるようなタイプの人とのお付き合いはなるべくしないように、そこから離れるっていうことですね。そういう生活をしております。ですので逆にですね、強い人っていうのは自分の非も認められるし、言い訳をしないという、人のせいにしないっていうことですね。ですのでそれがもう一つで、あとはですね自分との戦いに勝つ、言うわけにも負けないっていうことですね。これ私だって全てできてるわけじゃないですよ。誘惑に負けることだって普通にありますよ。だって楽しいことの方が楽しいですからね。なので仕事上ではですね、自分の得意と不得意を自分でちゃんと客観的に理解できるっていうことが多分どこかの段階では必要になってくると思います。ちなみに私が苦手なことはですね、ルーティンの中の退屈な単調作業系が苦手なんですよ。例えば右のものを左に動かすとか、数字をここに出ているものをシートに入力するとか、そういうのはねダメなんです。すごいね苦手っていうか楽しくない仕事の領域なんですよ、自分にとって。だけれどもむしろその新しいことを考えながらこうガツガツやっていきながら傷つきながら前に行くとかいうのは気持ち的に無理とかっていうタイプの人もいらっしゃるし、人と接触して新しい事業を作るとか新しい仕事を作るっていうのが苦手な人、その代わりそういうふうに前に進む人のサポートをしたいっていうタイプの方もいらっしゃいます。なので私がそうだな4年目5年目くらいか、やはり自分だけで全てやっていたんですけれども、それだと時間が足りなさすぎてっていう時にやっぱり不得意と得意を見極めること、要は自分自身を冷静に客観的に判断するっていうことですね。でそれにおいては得意な人にもお仕事をお願いしようっていうふうに切り分けたんですよ。だから事務処理的な筋入力とかそういうものはあまり私は楽しくない仕事の領域なので、できるかできないかって言ったらやるんですけど、できるんですけど楽しくないから、楽しい仕事を中心にやることにする。そうするとそこをお金を払うことになるので、それ以上に私を稼ぐっていうふうに決めてその方を雇うことにしたんですね。なんやかかんやかでそうですね、私外注さんと78人とお付き合いしてますけど、それは私の時間をそこやったらできなくはないけど割いてしまうと、もっとやりたいことないしは私でなくてはできないことができなくなるので、それを防止するために人に、安心してっていうか喜んで任せる、その方をとても信頼してお願いするということでしょうか。そういう形になります。ですから意思を貫く上でですね、どうしてもそれが無理っていうことであれば、自分じゃない誰かができるんだったら時間とお金のバーターになりますね。それでやっていくっていうことも必要な時期になる場合もあります。でさらにですね、もう一つ行動の面で考え方で言うと、イレギュラーなことが起きた時の受け止め方ですね、柔軟に対応できる。私はですねエンタメライブセミナーっていうタイプのセミナーをやっているのでレジュメは一応作るんですけれども、どちらかというとその時の集まった参加者さんが知りたいことを中心に話を組み立て直してしまうタイプなのでライブなんですよ。だからいろんなこと起きますしいろんな要望とかまずこれでしながら、時間内に終わるように喋っていくんですけど、これっていうのはある程度いろんな物事でも柔軟に捉える力がないと無理なんですよ。でこの力っていうのはやはり会社員時代の、部長職とか上の、職業の方にいると部下の案件ないし上から降ってくる案件とかをですね突発的に「いやこれは」っていうものが入ってきちゃうことが、日常茶飯事なんですよね。だからそのトラブルをどう乗り越えるかっていうその時の一番最適な方法を探しながらどうにか調整していくんですけれども。これをやるということが結局柔軟に対応できる柔軟力を身につけることになるのでこれがあるとですねそんなに大きいことがあってもですねどうにかなるだろうと思って対処していく。だから焦ったりとか逃げたりするとですねその問題って絶対もっと大きくなるんですよ。時間が勝負なんで短い時間でどれだけ一番いい対処をできるかっていうそれは自分にとってではなく相手にとってです。自分の気持ちなんて別に後回しでいいんですよ。それによって傷ついた人とか何かトラブルが起こったことを最優先にしていってその向き合い方ですよね。メンタルが弱い人っていうのは自分をかばいます。だけれどもメンタルが強い人は他人の方の気持ちを優先して動くことができる人なんでこれが一番大きな違いかなというふうに思っています。で最後にですね、メンタルの作り方っていうことで考える考え方なんですけれども、まずですね一つ目はやってみるということですね。頭でいくら考えても答え出ないのでやらないよりはやった方がいいんですよ。でやれば何かが見えるからだってうまくいけばうまくいくしいかなかったらいかなかったっていうのが分かったら次に動けるのでやらないっていう選択肢がないやるっていうことこれがまず一つ目ですね。あとですね2つ目が成功体験小さな成功体験から作るっていうことです。自信がない方とか弱い方っていうのは大きなことをなそうとしてそこが大きすぎて自分には無理できないっていうふうになるから小さなことを積み重ねたらいつかここができるみたいなそんな感じですね。よくあるのは例えばブログ、そうだな私の場合だと YouTube と1年間1000本をやりますっていう話をすると1ヶ月80本平均なんですよ作っていくのが。でこれが80本ってなるとやっぱきついんですけど1日3本って言われればなんとなくできそうですよね。で実際に私やったんですけどね結果をそこに向かってやるっていうことだったんで3本毎日3本はできなかったです。その代わり、次の50本とか80本とかこれはできたんです。どうやったか、溜まっちゃった分を一気に1日でどうにかするとか30本2日やれば60本30本3日やれば90本こんな感じですね。そういう形で帳尻は合わせてましたけどね。だけれども大きな形でバーッと動けない方はやはり地道に小さく重ねながら今日も自分頑張ったまず自分を肯定してあげる成功おめでとうって自分に言ってあげながら前に進むっていうのが必要かなと思います。あとですね健康な体を作ろうということですね。3つ目健康な体、やはり病気とか辛いことを持ってる状態だとなかなか前向きって考えにくいしそこ痛いし辛いしそこにどうしても目がフォーカスされてしまうので健康はやっぱね大事なんですよ。健康が大事っていうことはその体を作るためにどうにかしてるか、私の場合ジムとそこのジムには温泉が併設されておりますので、お風呂代わりに温泉にも入ったりとかしながら、やはり体ある程度いい状態保っておかないとですね、動きたい時に動けないのでパフォーマンスが取れないから健康な体を作ろうということがありますね。あとですね、切り替えを早くするっていうことですね。切り替えを早くする。例えば嫌な言葉を言われたり嫌なことをされた時には切り替えを早くするか受け流すっていうことですね。この力があると、鈍感力って私は言ってるんですけれども、鈍感力を持っていると楽かなと。あと次は7個目ですね。スピードです。早い方がいいです。遅いよりは早い方がいい。いきなりは早くならないでしょうから、タイムトライアルで私よくやります。この作業を10分でやろう。それができたら次8分にしよう。8分ができたら5分にしようとかって言って作業をどんどん詰めていくんですよ。その都度自分に課題を課してですけれどもね。これをやるようになると効率的にだんだんできるようになっていくので、そのやった経験値を次に生かしてさらにもっと上に行くっていう、そういうことを常日頃やるっていうことです。ちっちゃなことだったとしても。なのでタラーっとしてるとあまりこの目標値って持てないんですけども、じゃあこれは前回こうだったから今回こうしようとか、時間のことだけじゃなくてですけどね、はい、中身の濃さとかそういうのも含めてです。あと次の言葉はですね、言霊を使おうですね。辛い時ほど前向きな明るい言葉を無理やりでもいいから使う。笑う顔を作りましょうっていう話とかもありますけどね。笑いながらはなかなか怒れないし、イライラする顔はできないですよ、なかなか。で、笑いながら泣いちゃうことはありますけれどもね。でも大概笑えばどうにかなる。例えばこう暗い気持ちになるとやっぱ下向きがちになるのはやっぱり上を向くっていうことですね。で笑うようにするとですね、ほんとね、いっかっていうかどうにかなるだろうみたいな感覚になるので、笑ってる笑顔が多い人は大概仕事もうまくいってますよ。メンタルが強いっていう意味でね。ですので、メンタルが、強い人ほど事業もそうだし人間関係もうまくいくので、ご自身がもしも弱いというふうに思っている方はちょっとでも強くなっていくふうな考え方と行動をしてみるということを心がけてみると随分ですね楽になっていくと思いますので、是非ご参考にしてみてください。それでは。